愛前勝良は、川口松太郎の小説。これを原作とする映画、テレビドラマが多数制作された。津村病院創立25周年祝賀の日、看護婦高石勝枝は余興に歌を歌った。伴奏は、津村病院長の長男、津村幸造で、これが縁で幸造と勝枝はたびたび会うようになった。幸造は勝は座に結婚を申し込んだが、勝枝には、 暴夫との間に敏子という子供があるためと身分の、そう意を思い合わせてためらっていた。だが、誠実な構造の熱意に打たれた勝枝は、愛禅堂の桂の木の下で、固い愛の受けを交わした。しかしこのことは、名門、中田病院の令嬢と構造を結婚させようと、していた家族の大反対に合う。一番強く反対するのは、構造の妹、竹子で、彼女は勝、 枝を罵倒した。旧知の二人は、構造の先輩ハットリを訪ねて、京都に身を隠そうとした。その当日、トシコが、急病に倒れたため勝つ枝は約束の場所に行けなく、なった。一人京都へ向かった構造は、ハットリの世話で大学の研究室で働くようになる。ハットリの妹都は構造に惹かれるものを感じ、何かと世話を焼く。数日して勝つ、枝が、 服部の家を訪れた。大体に出た服部は、かつ、枝を誤解しているため、構造の居場所を教えなかった。後日、かつ、枝が訪れたことを知らされた構造は、94どころ帰郷し、かつ枝のアパートを訪ねた構造は、彼女に敏子という子供があることを知って会わずに帰った。数ヶ月が経過した。構造は病院に帰り、竹子の圧力でかつ枝は、 病院から姿を消していた。そんなある日、新聞に白衣の天使よりレコード歌手へという見出しで、かつ、枝が自作の歌の発表会を歌舞伎座で行うということが報じられていた。津村病院の看護婦たちは応援しようとするが、裏切られたと思い込んでいる構造は、看護婦の外出許可を出さない。だが、かつ枝の同僚、峰沢は、 和解から彼女の立場と事情を説明されて、すべてを了解した構造は、看護婦たち全員に外出許可を与えた。発表会は正解だった。楽屋に駆けつけた構造に、勝枝は黙ってうなずくだけであった。翌日、愛染堂の前に抜かずく構造、を、勝枝、と子の姿が見られた。上原健田中絹よ、1938年。 愛前勝ンカツラ1960年代から1970年代までにテレビドラマ化された。いわゆる昼メロと呼ばれるメロドラマの系列に分類されるべき昼ドラマとして制作、放映された。前作放映から3年後に続編が制作された。第四奥様劇場10周年記念番組として制作、放映された。また2016年10月28日に ベストフィールドよりリボドバックスが発売された。NHK で単発ドラマとして放送された。俗、愛禅カツラに関するカテゴリー。ありがとうございます。